レオニードイバノビチ・アバルキンは、ソビート連邦及び、ロシアの経済学者、政治家。1989年ソ連副首相に就任し、経済改革を担当した、モスクワ出身。1952年、プレハーノフ記念モスクワ国民経済大学を卒業する。卒業後、カリー・ニングラード州、グーセフ市の業技術学校で教鞭を取る傍ら、 経済学の研究を続け、1958年に、モスクワ経済大学大学院を修了する。1961年に女子となり、助教授を経て1966年に、プレハーノフ記念モスクワ国民経済大学政治経済学部長に就任する。1976年から1985年まで、ソ連共産党中央委員会附属社会。 科学アカデミー刑事経済学部長を兼教授。1985年、ソ連科学アカデミー経済研究所所長に就任する。1984年、ピアニッシモ。1987年12月23日に、ソ連科学アカデミー会員となり、1988年から1990年まで、ソ連科学アカデミー幹部会員。 1986年から1989年まで、ソ連科学アカデミー経済研究所所長を務め、間を置いて1991年に同所長に復帰、ソビエト連邦の崩壊後は、ロシア科学アカデミー内の研究機関に改祖された同研究所長を2005年まで務めた。1989年7月、ミハイル・ゴルバチョフソビエト共産党書記長の政権にて、 ソ連副首相に就任。1990年にはソビエト共産党中央委員にも選出された。ニコライル・イシコフソ連閣僚会議議長とともに経済改革に当たったが、500日計画には頭越しに作成されたこともあって反対した。1994年にはロシア連邦政府顧問に就任。国際コンドラチェフ財団総裁インターナショナル。 ND コンドラチェフファンデーションを務め、モスクワ大学社会経済問題研究所、主席議長も務めた。2011年5月2日に死去。80歳没。ありがとうございます。